皆さん、こんにちは。野球選手として活躍されている大谷翔平さん。今回はそんな大谷翔平さんの手術、トレードについて、都市伝説の3つのテーマについて見ていきたいと思います。2023年シーズン開幕前に行われたワールドベースボールクラシックでは、もはや代名詞となった二刀流の活躍で侍ジャパンを世界一へと導いた大谷翔平さん。勢いそのままにメジャーリーグでも投打の両方で一流の働きを見せています。そんな大リーグエンジェルスの大谷翔平さんが9月19日ロサンゼルスで右肘の靭帯を修復する手術を受けたことを明かしました。具体的な術式は分かっていませんが、大谷翔平さんの代理人を務めるネズバレロ氏は、今後を見据えて最終的な判断と術式を決めた。翔平はこの先何年にもわたって二刀流を続けることを希望したと説明しました。手術を行ったのは大谷翔平さんが大リーグ1年目の2018年10月に右肘の靭帯を再建するトミー・ジョン手術を受けた時と同じ医師で、手術を行った医師によりますと、ピッチャーとしては再来年のシーズン、バッターとしては来シーズンの開幕から復帰できる見通しだということです。大谷翔平さんは8月23日に右肘の靭帯の損傷が明らかになり、その後はバッターとして出場を続けていましたが、9月4日の試合前に行ったバッティング練習中に右脇腹を痛めたそうです。その後は欠場が続き、今月16日に怪我人リストに入って今シーズンを終了したため、チームの遠征には同行せず右肘の治療を進めると見られていました。今後は再来年のシーズンに向けて1年半以上右肘のリハビリを進めながらピッチャーとしての復帰を目指すことになりますが、バッターとしては来シーズンの開幕から出場できる見通しになりました。大谷翔平さんにとって2回目となる右肘の手術は、先月23日に靭帯の損傷が明らかになってからおよそ1ヶ月後、今月16日にシーズンを終了してからわずか3日後の決断だったそうです。手術の詳しい方法は明らかになっていませんが、大谷翔平さんの執刀医は完全な回復を期待しているとコメントしていて、大谷翔平さんは前回手術を決断した5年前と同様、100% の状態でマウンドに戻るために1年以上に及ぶ長いリハビリを選択したとみられます。大谷翔平さんは2018年に右肘のトミー・ジョン手術を決断した際に行った会見で、 100% 自分が投手としてパフォーマンスを発揮できる状態なのかどうなのか、しないならしないに越したことはないと思うし、それで自分の 100% が出せるならやらない方がいいと思うが、そうではないと思ったと話しています。今回もこの考え方が大谷翔平さんのベースにあると見られており、160キロを超える力強いストレートを軸に横に大きく曲がるスイーパーや鋭く落ちるスプリットなど、多彩な変化球を組み合わせてバッターをねじ伏せる現在の投球スタイルを復帰後も継続するために再び手術に踏み切ったと考えられます。来シーズンは大リーグ2年目だった2019年と同様にピッチャーとしてのリハビリを続けながら、試合ではバッターに専念することになります。大谷翔平さんは自身の SNS を更新し、早朝に手術を受け無事成功しました。不本意ながらシーズン途中でチームを離れることになりましたが、残り試合のチームの勝利を祈りつつ、自分自身一日でも早くグラウンドに戻れるように頑張りますと復帰に向けた意気込みを綴っています。大谷翔平さんが元気に二刀流として活躍している様子を早く見たいですね。さて、次はそんな大谷翔平さんのトレードについて見ていきたいと思います。実はエンゼルスの大谷翔平さんに現在メッツが超大型契約を提示する可能性が浮上しているそうです。地元放送局 SNY がもしこの日本人スーパースターにその気があるなら、スティーブ・コーエンオーナーは最高額をオファーするだろうと、私が話をした球界関係者全員が予想したと伝えています。メッツといえば大富豪のスティーブ・コーエン氏の亡霊で、昨年のオフにも大型契約を次々と結び、球界の話題となりました。しかし今季ここまでナ・リーグ中地区4位に沈み、今夏のトレード期限ではジャスティン・バーランダー、マックス・シャーザーの両エースを放出。トレードが決定してから今季残りの年俸に加え、
来季以降もこの2選手への支払いを残しており、その額は最低でも7000万ドルを超えるとされています。記事では、課題の打線の強化にぴったりなのは大谷翔平さんかコーディ・ベリンジャー外野手しかいないとしていますが、西海岸に残りたいだろうと推測されている大谷翔平さんが東海岸に来るかどうかが問題だと言及しています。ライバル球団の幹部も年俸総額がどれくらいになるのか想像さえできない、だが必要なことは何でもする覚悟が公園にあることは明らかだと予想していました。大谷翔平さんほどの実力者であればどの球団も欲しいと思うのは当然のことだと思います。大谷翔平さんの今後にますます注目していきたいですね。最後に、大谷翔平さんの3つ目のテーマである都市伝説について見ていきたいと思います。メジャーのファン投票にてリーグ最多の得票数でオールスター出場が決まった大谷翔平さん、私生活が謎に包まれているだけに半ば都市伝説化している噂が多数囁かれています。ここからは大谷翔平さんにまつわる7つの都市伝説について見ていきたいと思います。まず1つ目の都市伝説は交際人数0人説です。女性関係で浮いた話がない大谷翔平さん、交際疑惑が浮上した女性は何人かいますが、いずれも噂の息を出ていません。女性関係について現地で取材をするスポーツライターは、野球にストイックに取り組まないと二刀流で結果は残せません。大谷選手は日本人メジャーリーガーが通うような飲食店にも行かないため、なかなか出会いもないでしょうし、現役の間は野球に集中して家庭を持つつもりはないのかもしれませんと話しています。現在メジャーで活躍している大谷翔平さん、では日本ではどうだったのでしょうか。スポーツ紙記者はテレビ出演した際に合コンに行ったことがないと話していましたね。同年代の違う競技の女性アスリートの方とは交流があったそうですが、高校時代には母親は翔平に彼女なんていないよ、まだ誰とも付き合ったことないんじゃないかなと周囲に言っていたようです。決してモテないというわけではなく、告白されたりラブレターをもらったりはしていましたが、野球に集中したいと断っていましたねと明かしています。これによると誰も知らないところでこっそりということはあったかもしれませんが、ずっと野球が恋人だったようですね。次に2つ目の都市伝説はゲーム漫画好きのオタク説です。大谷翔平さんの野球以外の好きなものがゲームや漫画。大谷翔平さんはスマホゲームクラッシュロワイヤルを日本ハム時代からやっており、他に任天堂の大乱闘スマッシュブラザーズをロッカールームでチームメイトと対戦したり、水原通訳と一緒にオンラインでシューティングゲームをプレイしたりしているそうです。漫画やアニメはチームメイトとのコミュニケーションツールになっているようですね。大谷翔平さんが一番ハマっている漫画はスラムダンクで、鬼滅の刃も読んだそうです。エンゼルスのチームメイトにはナルトや進撃の巨人、ハンターハンターのアニメを紹介したようです。ゲームや漫画のオタクではあるようですが、大谷翔平さん自身がメジャーリーグで二刀流の活躍、WBC で世界一など、すでに漫画の主人公のような人物ですよね。そして3つ目の都市伝説が他のスポーツも万能説です。身長193センチ体重95キロという堂々たる体格で足も速い大谷翔平さん、他のスポーツをやっていても大活躍したのではという説があります。大谷翔平さんは野球一筋に思われることもありますが、幼少期にはバドミントンと水泳もやっていたそうです。バドミントンは国体に出場したこともある母親の佳代子さんの影響で、スマッシュも速くかなりうまかったそうです。さらに水泳は幼稚園の年長からスクールに通い始め、小学4年生の時には6年生と同じコースで泳いでいたようです。また花巻東高ではもちろん野球部でしたが、水泳が投手の練習の一環としてあり、大谷翔平さんの泳ぎを見た水泳部のコーチがオリンピックを目指せるというほど早かったようです。大谷翔平さんの身体能力はアメリカの他競技の関係者からも注目されています。2021年にはプロアメリカンフットボールリーグ NFL の公式サイトで大谷翔平さんの特集記事が公開。歴代の名選手に例えたり
アメフトをやっていたらどのポジションだったかなどを考察した上で、天文学的な価値としていました。そんな大谷翔平さんに苦手なスポーツはあるのでしょうか。大谷翔平さんは以前サッカーが苦手と話していたことがありました。ですがエンゼルスのウォーミングアップでサッカーボールを使ったメニューがあり、そこで大谷翔平さんは華麗なリフティングを披露したこともあります。その映像を見た元サッカー日本代表の橋本秀雄さんがツイッターで、大谷選手サッカーまでうまいんかと称賛する投稿をしていました。やはり大谷翔平さんはスポーツ万能のようですね。また4つ目の都市伝説として、怒られたことがない説とあります。完璧人間である大谷翔平さんはやや教師に怒られたことがあるのでしょうか。大谷翔平さんは小さい頃は両親から怒られなかったようです。7歳上の兄と2歳違いの姉のいる末っ子で、可愛がられながら育ったみたいです。また兄や姉が怒られているのを見て同じことはしなかったりと、周りを見て何かを感じ取ることがうまかったそうです。大谷翔平さん自身も怒られたことはほとんどなかったと思いますと話していました。ところが野球となると事情が違ってきます。大谷翔平さんにとって父の徹さんは、小学生の時のリトルリーグでは監督、中学時代のシニアリーグではコーチと常に指導者でした。グラウンドでは怒られたと大谷翔平さんも話すように厳しい指導を受けていたそうです。そして野球の名門花巻東高でも厳しい指導は続きます。大谷翔平さんは1年生からスタメンで出場していましたが、夏の県大会で一塁まで全力疾走をしなかったことに佐々木洋監督が激怒。他にも寝坊で練習に遅れた罰として雪かきをさせられていたそうです。大谷翔平さんも高校時代について何度も怒られましたと振り返っていました。要領よく幼少期を過ごしたものの、グラウンドでは同様にはいかなかったようです。5つ目の大谷翔平さんの都市伝説は、プライベートでお金を使わない説です。大谷翔平さんの今期の年俸は約43億円。シーズンが終わり FA となれば、8年総額6億ドルの契約を結ぶ可能性もあると予想されていますが、あまりお金に興味はないように見えます。プロ入りしてからもお金の管理は両親がしていて、月10万円をお小遣いとしてもらっていたそうです。物欲がなく、寮生活で栗山英樹監督の方針によって外出も許可制だったため、1ヶ月に使うのは1万円程度。プロ入りから2年間でお小遣いから200万円ほど貯金したそうです。そしてアメリカに行っても金銭感覚は変わらないようです。大谷翔平さんの服や車、時計はスポンサーから提供されたものです。家も家賃50万円ですが、年俸を考えると安いです。大谷翔平さんもお金は貯まっていく一方と言っているので、大金を手にしてもほとんど使っていないんだと思います。一方でお世話になった人には出し惜しみしません。大谷翔平さんは水原通訳には新婚旅行をプレゼントしたり、2021年にホームランダービーで獲得した15万ドルをすべてトレーナーや広報などチームスタッフ30人に小切手で渡していました。お金の使い方まで粋なのが大谷流ですね。そして大谷翔平さんの6つ目の都市伝説は、1日の半分寝ている説です。趣味は睡眠ですねと話すほど寝るのが好きな大谷翔平さん、5月に侍ジャパンで一緒に戦ったヌートバー選手が食事に誘ったのですが、寝ているという理由で断っていました。それほど睡眠を大事にしているということですね。投手もバッターもこなす大谷翔平さんは、単純に考えて他の人の倍の練習が必要です。二刀流は体力を使うので、疲れを残さないために睡眠をしっかりとるようにしています。試合のない日は起きると読書などをしてから練習して寝る。それを1日繰り返しています。それだけ寝ているので、あれほどの体格になったのだと思いますとスポーツライターの梅田さんは話していました。日本人の平均睡眠時間は 6.4 時間と言われていますが、大谷翔平さんはどれだけ寝るのでしょうか。寝れば寝るほどいいと言っていましたね。10時間以上は普通で、昼寝と合わせて12時間ほど寝ることもあるとかと現地メディア関係者は話しています。半日寝ている説は事実のようです。最後に大谷翔平さんの7つ目の都市伝説は、
17と不思議な縁がある説です。エンゼルスでの大谷翔平さんの背番号といえば17、この数字には何かと縁があるそうです。大谷翔平さんが花巻東高で1年生の時にもらった背番号は17。エンゼルスと契約したのは2017年で、メジャーで新人王を獲得したのも日本人ではイチローさん以来17年ぶり。2021年に松井秀喜さんが持っていたメジャーリーグの日本人最多本塁打記録を更新したのも17年ぶりのことでした。大谷翔平さんと17はつながりがある数字のようです。極めつきは翔平は合計で17画です。ここまで来ると運命で決まっていたのかもしれませんね。17が関係してくるとき、大谷翔平さんがまた偉大な記録を達成するかもしれませんね。このように大谷翔平さんには様々な都市伝説があるようですね。いかがだったでしょうか。今回は大谷翔平さんについて深掘りしていきました。大谷翔平さんの今後のご活躍に期待しています。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。